沢田研二と桂ザコバ、若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。2024年にこの世を去った桂ザコバさん、実は沢田研二さんともとても仲良しだったといいます。今回は桂ザコバさんと沢田研二さんのエピソードについて紹介しますよ。二人の関係。桂ザコバさんは1947年9月生まれ、沢田研二さんは1948年6月生まれと、年齢は一つ違いの二人。桂ザコバさんは大阪生まれ大阪育ち、沢田研二さんも実は生まれこそ鳥取ですが京都で育っており、年も育った地域も近いという関係性ではあるのですが、沢田研二さんはザ・タイガースのデビュー前に上京、若い頃から落語家とミュージシャンというそれぞれの道を邁進した二人。沢田研二さんがソロシンガーとして大活躍中だった1975年頃に桂ザコバさんはブレイクの兆しを見せましたが、二人の道というのはそうそう交わるものではありませんでした。そんな二人が初めて顔を合わせたのは1986年のこと。すでに双方40近いという頃でした。おまけにこの時は長い時間顔を合わせたというわけでもなかったようです。1986年の新春隠し芸大会で龍馬が来るの寸劇を行った沢田研二さん。沢田研二さんは坂本龍馬を演じ、桂小五郎に会いに行くという設定だったものの、いざ龍馬が桂のいる襖を開けたところ、そこにいたのが桂ザコバさん。桂違いというオチの寸劇だったのですね。当時人気絶頂で共に忙しい身だった二人は、この寸劇で顔を合わせたものの共にいられた時間はごくわずかなものでした。当然親密になるような時間はなく、二人が親友の間柄になったのはもっと後のことでしたよ。昔の衝撃エピソード。では二人はいつどうやって仲を深めたのでしょうか。二人の中に大きな影響を及ぼしたのは、桂ザコバさんの次女の関口麻衣さん。女優である関口麻衣さんは2007年に沢田研二さんと共演。その縁があって関口麻衣さんの父である桂ザコバさんと沢田研二さんが再び会うこととなったのです。沢田研二さんは割と本音を隠さないようなタイプで、その性格もあって人付き合いはあまり得意な方ではなかったようです。ですが桂ザコバさんとは性格があったそう。桂ザコバさんの方もまさしく大阪のおっちゃんという感じで何でもざっくばらんに話すような方なので、二人の性質は似ていたのでしょうね。二人は意気投合、年60近くにして新たな友を得ました。2008年2月、急に休みが取れた桂ザコバさんは横浜の沢田研二さんに連絡し、遊びに行ってもいいかと聞いたそう。この時点で当時の二人の仲の良さがうかがえますが、沢田研二さんは快く OK し、桂ザコバさんは横浜へと遠征することとなりました。いざ桂ザコバさんが新横浜駅に着くと、そこには沢田研二さんと妻の田中優子さんの姿が。スター夫婦が自分を丁寧にもてなしてくれたことに桂ザコバさんは感激。二人の距離はこれを機にさらに縮まったのですね。食事の場では桂ザコバさんのマシンガントークに沢田夫妻はずっと大爆笑。夜も何軒もはしごして時間が過ぎるのも忘れて楽しんだそう。桂ザコバさんが泊まるホテルのラウンジでもお酒を飲み交わすほどだったようです。横浜で共に楽しんだ3ヶ月後、沢田研二さんは友達という楽曲を完成させました。この楽曲がなんと沢田研二さんが桂ザコバさんとの友情をテーマに作った1曲なのだそう。歌詞にも2人の関係性が書かれていたそうですが、友人になって1年でそれほどの仲になったというのは驚きですよね。それほど互いの波長があったということなのでしょう。桂ザコバさんは沢田研二さんの大阪でのライブには必ず足を運び、自身の講座で沢田研二さんに関する話をすることもあったそう。沢田研二さんの方も自身のライブの MC でふと桂ザコバさんの名前を出したりするなど、以降も二人の仲は深いままでした。桂ザコバさんが携帯電話をなくしてしまった時に、何よりも沢田研二さんの電話番号が入っているために迷惑をかけてしまうかもしれないということばかりを心配していた、なんてエピソードもありました。昔の二人の写真。ここからは若い頃の二人の画像について紹介します。まずは桂ザコバさんからです。日本テレビ系のワイドショー、テレビ三面記事ウィークエンダーでリポーターとして出演、人気を博すこととなりました。1992年と2003年に上方お笑い大賞を受賞、日本のお笑い界に多大なる貢献をした方でしたよ。続いて若い頃の沢田研二さんの画像を紹介します。
歌手としてだけでなく俳優としても活躍していた沢田研二さん。タレントとしてコント番組に出演することもありました。沢田研二さんは言うなればマルチタレントの先駆け的存在だったのかもしれませんね。まとめ、今回は桂ザコバさんと沢田研二さんのエピソードについて紹介しました。晩年桂ザコバさんの体調が悪くなってしまった時にも沢田研二さんは常に桂ザコバさんのことを気にかけていたといいます。体調の問題で交流も減ってしまい、沢田研二さんはきっと寂しい思いをされていたのでしょうね。